プロンは、ゾペアプリケーションサーバー上に構築された、フリーかつオープンなコンテンツ管理システムである。基本的にプロンは、ブログ、インターネットサイト、ウェブショップや組織内のウェブサイトといった、どのような用途にも利用できる。さらに文書管理システムやグループウェアといった、共有ツールとしても利用できるようになっている。プロンの強みは、その柔軟で適応性のある、ワークフロー。 非常に優れたセキュリティ、拡張性、高いユーザビリティと柔軟性である。プロンは GNU ゼネラルパブリックライセンスライセンスでリリースされており拡張しやすいように設計されている。主な開発は定期的に開催されるプロンスプリントと呼ばれる特別なミーティングで行われる。プロンに対する追加機能はプロダクトで追加する。それはプロンのウェブサイトか その他のサイトで配布されている。プロン財団はすべての著作権と商標を保持している。さらにプロンはソフトウェアフリーダムローセンターの評議会からの法的な後ろ盾も持っている。ミディウィッキーのモノブックレイアウトは部分的にプロンのスタイルシートをベースにしている。プロンプロジェクトは1999年にアレクサンドル・リミ、アラン・ルニャンそしてビター・アンデルセンにより開始した。 プロンは Zope コンテンツ管理フレームワーク上のユーザビリティレイヤーとして開発された。2001年に最初のバージョンがリリースされた。プロジェクトはコミュニティ内ですぐに大きくなり、コミュニティのユーザーにより多くの新しいアドオンプロダクトが作成された。コミュニティの拡大に伴い、2003年にプロンカンファレンスが開催され、それが今日でも続いている。 さらに数日から一週間で開発者のグループが一緒になってプロンの開発作業を行うスプリントも開催されている2004年3月にプロン2.0がリリースされたこのリリースはプロンに対してよりカスタマイズ可能な機能をもたらしアドオン機能を拡張した2004年5月にプロン財団が開発マーケティングプロンの保護のために設立された プロン財団は、プロンのコードベース、商標やドメイン名の所有権を所有している。プロン財団がプロンの所有権を保護するために設立されたが、プロンは以前と変わりなく、オープンソースのまま維持されている。2007年3月12日に、プロン3がリリースされた。このリリースは、インライン編集、アップグレードされたビジュアルエディターや強化されたセキュリティ、 その他の多くの機能拡張をもたらした。2007年9月までで、プロンにコードを寄与した開発者は200人を超える。プロンは2つのパクト、オープンソース CMS アワードを受賞した。プロンは Python で書かれた、ゾペアプリケーションサーバー上で構築される。プロンはデフォルトで全ての情報をゾペの組み込みトランザクションオブジェクトデータベースに格納する。 その他のオペレーティングシステムと共に配布できるよう、Windows、MacOS や Linux 用のインストーラーが付属している。新しいアップデートは、Pron のウェブサイトで定期的にリリースされる。Pron は35以上の言語で表示できる。そのインターフェースは、Wacag AAA とリハビリテーション法第508条に準拠している。それにより、身体的に障害を持つ人が Pron にアクセスし、 利用することができる。プロンの大部分はスキンとテーマの利用である。プロンで作業するとき、テンプレートはウェブサイトの見た目をカスタマイズするために使用される。これらのテンプレートは CSS で書かれている。さらに、プロンはプラガブルオーセンティケーションサービスと呼ばれるユーザー管理システムがある。プロン2.5で導入されたパスは別のユーザーから それぞれのホルダーやアカウントの相当をまさしく行うために使用される。またパスはプロンのユーザーやグループの検索にも使用される。最も重要なのはパスはプロンにログインするために認証を要求するといったユーザーに関連したセキュリティを提供する。これはユーザーに対して コプロンの変更の大部分はコミュニティによる貢献である。プロンはオープンソースなのでプロンコミュニティのメンバーは定期的に変更を行ったりプロンのインターフェースにアドオンを追加する。そしてこういった変更はプロンのウェブサイトを通して他のコミュニティへ提供される。プロンという名前は音楽バンドの名前に由来しプロンは バンドの音のように見て感じられるということを指している。プロンは主に Python で開発されているが、プロジェクト内で他の言語も使用される。ここにプロンで使用されるプログラミング言語をまとめた表がある。それは、オロのサイトにあるプロンプロジェクトの統計情報で確認できる。その他のカテゴリーは CSS や XSLT などを含む、プロンの開発が始まって以来、 多くのプロンのアップデートとアドオンがコミュニティから提供されている。プロンスプリントと呼ばれるイベントはコミュニティのメンバーが一週間一緒になって作業しプロンの改善に役立てる。プロンカンファレンスもコミュニティのメンバーが参加してサポートしている。さらにプロンは活発な IRC チャンネルがあり、質問または疑問があるユーザーへのサポートを行っている。 2007年まででプロンは100万回以上ダウンロードされた。プロンの開発チームも大規模なオープンソースコミュニティの上位2%にランクされている。プロンは他のコンテンツ管理システムと比較して標準規格への準拠、アクセス制御、国際化、集計、ユーザー作成コンテンツ、マイクロアプリケーション、活発なユーザーグループといった点が優れている。それは Python と Zope のようなプラットフォームに依存しない技術を使用しているので様々なオペレーティングシステムで利用可能だからである。プロンの Web ベース管理インターフェースは一般的な Web ブ,ブラウザで動作するように標準規格に最適化されている。そして身体的障害を持つ人を支援するために追加のアクセシビリティの標準規格も準拠している。プロンの機能はべてカスタマイズ可能で フリーのアドオンがプロンのウェブサイトから入手可能である。プロンは他の一般的なコンテンツ管理システムと比較してセキュリティに優れているとの記録がある。プロンは他の主要な CMS と比較するとリポジトリサービスへの反映が遅滞しているとの報告が上がっている。プロン3.0で利用可能な機能は次のようなものがある。ありがとうございます。